千早。ああ、よかった。まだ起きてたね。すまないけどね、千早。今から松屋に行ってくれないかい。機長が馴染みの石津屋様に呼ばれてたんだが、向こうで急に具合が悪くなったみたいなんだよ。大事な商談の場だから機長を当てにしてたらしいってのに、まったく何をしてるんだか。今機長がこっちに帰ってくるところだから、あんたには代わりに松屋に向かってもらいたいんだ。他の遊女なら石津屋様も不満だろうが、お職のあんたが出てくれるなら文句も言わないだろうしね。宴だけで床入りはなしだからなんとかなるだろう。早っ。ごめん、気分が悪いっていうのは嘘。あのね、松屋で隣の部屋に伊勢屋さんが入っていくのを見たの。あっちも誰かに呼ばれての商談っぽかった。偶然のふりして少しでも話せるといいね。なのでです。ああ、それは。
帳簿。帳簿は持ってきているんだろう。見せろ。ここの数字はどうなってる？俺が仕入れろと指示したよりだいぶ少ない。本当に事故があったのか？この船が着いたのは先月の話だろう。上方からの航路上に大きな嵐があったとは聞いていない。そうかもしれない。だがそれは確実な裏を取ってから言うことだ。この船主は以前にも何度か同じような理由で積み荷をなくしている。それを調べるのがお前の役目だ。消せ。南組の頭には線から話をつけていた。何かあれば汚れ仕事もこなしてくれる連中を借り受けられることになってる。お互い持ちつ持たれつということだ。マスカケの事実があればまた報告しろ。
千早花魁、いらっしゃいますか。失礼します。花魁宛ての手紙をお持ちしました。はい、あの方から預かりました。オイランさえその気なら、俺が待ち合わせの場までお連れします。親方の目を欺くなら、俺を連れて買い物に行くとでも言えばいいでしょう。はい、親方は花魁が一人歩きをして合い引きするのを警戒されているわけなんで、俺と一緒だと分かっていれば外出を止められることもないはずです。俺はこの辺りで待っています。一刻後にまた迎えに来ます。それまではゆっくりしていてください。それは伊勢屋様に聞いてください。俺の口からは何も言えません。
どうぞこちらへ。お相手はこちらでお待ちです。来てくれてありがとう。やっと会えたね。本当に。俺もだよ。ごめん、いきなり過ぎたね。何？全部聞いたんだね。わっちはあの方が少し可愛いんだよ。リンス、オイランといる時の伊勢谷様は優しく見えんす。でも時々ふっと何もない顔をなさりんす。逃げないで。俺が怖い。
俺は。こんな風になし崩しに打ち明けるつもりじゃなかった。いずれ隠しておけなくなるかもしれないとは思ってたけど、君にはなるべく何も知られずにいたかった。俺の海鮮丼屋っていう仕事は表向きのものだ。もちろん真っ当な商いをしている部分もある。何も知らずに働いてくれている奉公人もいる。だけどその裏で俺がずっと携わってきた仕事があるんだ。抜け荷だ。